パワープノート第2回教育原理、教育評価の過去の良問の解説を行っていきたいと思います。講師の大西です。よろしくお願いします。ではですね、生徒指導に引き続き教育評価の、過去の良問の解説を行っていこうというふうに思います。で、持ってきました、過去の良問ですけれども、まず一つ目が岩手県の教育評価に関わる用語についての説明の表ですね。何入りますかっていうやつです。で、二つ目がですね、埼玉県埼玉市の、教育評価について説明した文として適切でないものを選べです。まあ、基本的にこう読んでみます と、到達度評価はこういうものですよとか、個人内評価とかこういうものですよとかっていう風な形になっています。で、さっきの一個前のスライドを見てみますけども、結局のところ用語が分かってればさっきのも分かるっていうことになりますので、2つとも合わせて、特徴的な用語についての、説明をまずしていきたいというふうに思います。教育心理とかでもこの用語出てきたりするところも出てくると思いますので、合わせて勉強していっていただければいいかなと思っている次第です。で、用語としては、結構な数持ってきたので文字が少し小さくなっていると思いますし、もうちょっと詳しく読みたかったっていう方もいるかもしれませんので、動画をパッと止めていただいて、例えば何だろう、写メ撮っていただいて、で、手元に残すことも可能だと思いますので、止めながらやっていただければいいかなというふうに思います。で、まず評価、ですけれども、大きく何て言うんでしょう、分けるとするならば、例えば絶対評価っていうものと、あともう一個相対評価みたいな感じで大きくバーって2つ分けられるかなと思います。絶対評価っていうのは、評価する側の学校の先生、教師が教師の感覚でもって、まあ、言い方悪いですけども、教師が設定した目標に照らし合わせて、あの子頑張ってたな、頑張っ、まだもうちょっと頑張れたのになっていうふうに評価していくってことです。だから極端なことを言うと、教師の設定するハードルがものすごく低いハードルを設定していると、このクラスの子たちはもう全員評価軸で言うと5段階で5が一番いいとすると5、全員5みたいなことも可能みたいなのが絶対評価っていうことです。だからこの教育目標がちゃんとしてるものかどうかっていうのが非常に大きなポイントになるかなってところにはなります。で、一方ちょっと場所ちょっと2番目にしたけばよかったなって今個人的には思ってますけども、相対評価っていうのもあります。で、これは、各評価点っていうのが決まっていて、で、その評価点に合わせて、みんなを分布させていくわけです。で、その時にじゃあ上位 5% は、5段階評価の5にしようとか、そういうふうに決めて横線でバーって引いていくと、点数そのエリアにいた人だけが5をもらえるっていうことです。だから、なんていう、素質も同じテストを受けた人でいうと順位が決まるっていうのが相対評価だと思ってください。そうすると問題点としてどういうことがあるかっていう と、テストの問題はかなり難易度が高かった。でも、点数に、なんていうの、その分点数に開きがあった場合に、意外と65点でもかなり頑張った部類の人が、なんていうの、4とかにも入れたっていうことが一つの組織ではあり得る。でも同じ分野のテストなんだけど、テストの難易度が非常に簡単だった。で、みんながだいたい85点ぐらい取ってる。ってなると、次は本当に98とか取ってないと5とかにならないし、90点で4みたいなことになる。ってなると、結局のところどっちの人の方が実力あるのって並べた時にはよくわからない。これが相対評価の弱点ということになります。結局のところその人自身の本当の実力がわかるかっていうとよくわからない。ということです。で、組織内で評価する時の、まあ、順位付けできますよってところで言うと、客観性がありそうな感じが見えるのが、まあ、相対評価なのかなっていうところにはなったりもします。で、その評価軸に対しての感じで言うと、まあ、絶対評価の中にって考えた時に到達度評価っていうものがあります。で、これは先ほど言った絶対評価で言うと、学校の先生の設定した目標に照らしてどうかっていうよりも、ここまで行ったらっていう目標をある程度客観性を持って決めておくってことです。で、それが指導した成果で到達した、してないってところで判断するっていうのが到達度評価ってことになります。今の、
学校の授業の評価、授業でこの子はできたできてないとかって評価するときは基本的には到達度評価が多いというふうに思うと思います。で、ちょっと評価の今の大きい考え方とは違うことになりますけども、授業を年間を通してじゃあ評価をしていくって考えたときには、こう3つ診断形成総括っていう評価の分け方もあります。で、診断的評価っていうのは入学したとか学年の一番最初に実力テストやってみましょう、あ、このクラスのみんなはこれくらいの実力があるねっていうので、まず子どもたちの実力を把握するテスト、これが診断テスト評価です。で、次は形成的評価って言って、診断的評価からスタートして、このスタートラインから始めて、で、授業を積み重ねていきます。で、到達評価とかをしながらできたできたできたとか思いながらやっていくわけですけども、本当にできるようになったかどうかっていうのを確認したいということで、途中でテストとかを実施するわけです。そうすると目論み通りちゃんと到達度評価をしてた通りちゃんと実力がついてたねっていうのが分かるし、逆に言うとついてたつもりだったけども実はあのあたりは抜け落ちてるところがあったんだとか定着してなかったんだなっていうことも分かったりすると思います。そういうのを評価していくのが形成的評価です。で、ここで大事なのはどの程度理解してたかを把握するんですけども、順位付ける相対評価とかをしてほしいときに形成的評価をするんではなくて、どこまで行ってるかどうか、自分の計画してたルートからどれくらい進捗状況が早いのか遅いのかとかを教え手が把握することに重きを置いていただきたいっていうことです。仮に到達してほしいラインよりも遅れてる場合だったらプラスで補助教材与えたりすること、ワークやってもらうことも必要かもしれないし、説明の仕方を変えなければいけないかもしれません。だから今後の授業の展開に関わるために評価を行っていくってことです。で、それを1年通してやっていった後に最後の実力テストを総括的評価でやるっていうようなイメージですね、っていうことをやるってことです。だから評価の言葉が違いますけども、やっていく流れはそういう感じだと思ってください。で、こういう授業とか数値で表せるものももちろん学校の中には存在するかと思いますけども、そうじゃなくて、数値では評価できないこともあると思います。あの人は優しいみたいな、そういうことですね、っていうのを個人内評価とかっていうふうに評価したりすることもありますですかね。で、こういうのがありますよっていう感じのところをバーッと説明した感じになります。で、その他した4つですけども、次は評価方法とか評価に関わる時の何だろうな、無意識のうちに発生してしまっている効果とか、そういうものも紹介しておきます。評価方法としてはペーパーテスト、筆記テストみたいなものだけじゃなくてパフォーマンス評価ってものがあったり、あとは自分の頑張ってきたものをファイルとかに残しておいて自分の学習の履歴書みたいな感じに残しておくポートフォリオとかもあるし、評価軸をさっき到達評価のところで到達目標はここねって設定してたんだけども、これを子どもにも分かるようにランク付けじゃないですけど表をレベルアップしたらこことかっていうふうに分かるような形にして見せながら評価軸、評価標準を作っておくルーブリックってものもあります。で、最後、赤文字にしてますけどもピグマリオン効果っていうものがあって、これは期待効果って訳されたりもするんですけど、例えば私が教員 で目の前に ABC っていう3人の子供がいたとします。で、その ABC の3人の子供がいた時に何の根拠もないですけど A ちゃんは伸びると思うんだよね、誰かに言われます。でも多分 C よりは A の方が伸びると思って他の人にも言われたとします。根拠はないですけど、そうすると私は A は多分伸びてくると思うって勝手に思うわけですね。 A が伸びることを期待するわけです。その期待がなぜか分かんないですけどもちゃんと結果に本当に現れてくるよっていうのがピグマリオン効果っていうことになります。だからどうせできないんでしょって思って子供に接すると逆の効果が出るし、この子たちは絶対に伸びる、伸ばしてみせるって思ってれば思ってるほど伸びるっていうのがピグマリオン効果になります。逆にね、逆の効果、ゴーレム効果とかいろいろ言ったりしますけども、そういう効果がありますので、その他の効果いろいろ名称を見てもらって
どんな効果であるんだろうなとかっていうのを見てもらって、ハロー効果とかいろんな、ね、名前もあったりするものもありますので、教育シニアのところら辺でですね、しっかり解説いただいて理解いただければいいかなと思います。で、この基礎を今日は紹介するって形にしたいと思います。これが分かっていると、あの過去の両問、先ほどの2問はズバッていけると思いますので、ご確認いただければと思います。では、教育評価の中で、あのもうちょっと似てるんだけども、学習評価って言葉があります。で、学習評価っていうのはそもそも何なんだろうっていうところの問題が過去の両問から出てますので、その解説も行っていきたいと思います。それが神奈川県横浜市、川崎市、相模原市ということです。で、学習評価とは何ぞやっていうところの部分だけ抜き出した問題が出てたので、あのこれを解説しようかなと思っています。で、まずは、学習評価とはですけども、学習指導と学習評価は学校教育の根幹になるものですよっていうふうな位置づけにされるもののことを、そういう評価っていうものがあります。学習指導とっていうのは、つまり授業とそのに対する評価は大事なものですよって言われる位置づけのものが学習評価ってことになります。まあ、やったらやりっぱなしは良くないですね。なので、ちゃんとその授業の評価を、観点を定めてもらって、で、ここまで到達させることを今回目標にしますよって授業をして、したしてないはどこで判断するのかを決めて授業をして評価する、これがあの教育活動の根幹、一番大事なところですよって書かれています。で、これをもっと長い目でどんどん見ていったりとかすると、結局のところ最終的にはカリキュラムマネジメントを部分部分でやっていくと、あの学習指導と学習評価を部分部分でやっていくのを並べて年間で授業計画を立てていくと、カリキュラムをマネジメントできるよっていうことになりますので、その中心的な役割になりますよってことです。なので、あのカリキュラムマネジメントも PDCA サイクルに当てはめてとかって言われますけども、ちゃんとプランの時にどういう指導単元を、どういうテーマのものを扱って、その目標をどこに設定して、その目標達成の評価はどういう視点でもって、どういう方法でもって行うのか、で、これを指導案の中で作り上げますよね。で、それと同じようにカリキュラムも年間を通してのプランを立てて、で、実際に授業をする、学習指導をする、 do 実施するですね。で、ちゃんと評価をする、学習評価をして、で、その時にうまくいったところはどこで、もうちょっと予想してたよりもうまくいかなかったところはどこ で、その到達度はいったのかいってないのかっていうのも判断した時に、次の同じ単元の授業、同じ箇所の授業をする時はこういう改善をしよう、アクションを起こそうっていうのが PDCA サイクルと同じってことになりますので、そういうのと、あの、まあ、一つの一授業バージョンだと思っていただければいいかなというふうに思います。で、これを大事にしていきましょうっていうところが過去の両問に出てますので、ぜひあのしっかりと理解いただければいいかなと思います。で、あの10月号で学習指導より扱いましたけども、その時の主体的対話的で深い学びとかをもしちゃんとやっていこうとするんであれば、特に学習評価のところをイメージしながらやっておくのをお勧めしたいというふうに思います。ここに載っている通りです。では、もう一問ですけれども、では、学習評価、今見てきた評価ですけども、その今後の改善点、今のところから改善をする場所についても、あの滋賀県が問題出してくれてましたので持ってきました。で、この箇所も今日は見て終わりにしたいと思います。で、改善点なんですけれども、学習指導要領が新しくなりました。で、学習指導要領が新しくなった時に何が変わるかっていうと、評価の観点が少し変わったってことです。で、これまでは大きく4観点でやってきましたけれども、新しい学習指導要領はここに載ってる知識および技能、思考力、判断力、表現力、あと学びに向かう力、人間性っていう、この3分野というか3つの柱でもってこういう力をつけたい、だからこれに合わせて学習指導の評価軸も決めていきたいってことになってるわけです。で、この動画 の個人内評価とかっていうので、数値によっては表しきれないものもあるところを、優しいとかを評価するところもありますよって言ったと思うんですけど、あのそういうところを
こう学習指導からは取り出して評価するとした時には、じゃあ授業で学習指導の部分で評価する、学習評価をするってなった時にはどういう観点になるかっていうと、知識技能と思考判断表現、これは一緒ですね。で、学びに向かう力、人間性の中から個人内評価にしなければいけないところを抜いた時に残っているものは、主体的に学習に取り組む態度ってことになります。この3観点で目標を設定してもらって、でそれの到達度を評価するっていうのをやっていくのが学習評価としての次の主な改善点ですよって言われてます。これから、教員採用試験のためにじゃなくてですね、もしかしたら教育実習行かれる方もいると思いますので、教育実習の指導案はこの3観点が指導軸になります。で、指導軸と評価軸になります。で、それを評価できるような活動をと指導案の中に取り入れていって授業していくことになりますので、ここどんな知識ついたの、この45分50分でとか、ここではどんなことを考えさせたの、どんなことを決めさせたので、どんなことが表現できるようになればいいのとかっていうのを一個一個考えながら授業展開組んでいただくのが良いかなというふうに思います。で、今言った個人内評価として見る部分がっていう説明はここに載ってますので、後ほどチェックいただければいいかなと思います。で、最後ちょっと難しいことで、私も指導案のことをこう見せてもらって、指導案の内容を見てこれどんな授業になるんだろうなとかっていうのをチェックしたりすることがよくありますけれども、知識とかあとどんなことを考えさせるとか、このあたりはなんとなく私もイメージできます。で、指導案を作ってきてくれる方もそれをイメージできてるんだと思います。でも主体的に学習に取り組む態度をじゃあどうやって評価するのか、ここだけは非常に難しくて、その考え方はこの下の括弧2番の部分ですねに書いてるってことになります。ちょっと読み上げると、主体的に学習に取り組む態度については各教科等の観点の趣旨に照らして知識技能を獲得したり思考力判断力表現力等を身につけたりすることに向けた取り組みの中で、子どもたちがですよ、自らの学習を調整しているかどうかを含めて評価してくださいって言ってるわけです。ちょっと分かりづらいですよね。何言ってるかちょっと分かりづらかったと思うんですけども、つまり前回の授業ではこういうことを勉強した、今日の授業ではこれをやるよって提示をした、まあ、ね、狙いを子どもに伝えた。そうするとじゃあ前のこれ使えるかもしれない、これ使ったら確かにできそうだってことは、でも次もしかしたらこんなん来るかもしれない、予習しとこうとか、そういうふうな姿が見えると主体的に学習に向かいましたねっていうことが評価できますよねっていうので、そういうことを考えている子どもがいるかどうかをちゃんと見てあげてくださいっていうのを言われてます。だからこれが分かる人、はいであげてるから主体的に学習に取り組んでるかっていうと、まだそこまでうんとは言わないでくださいっていうのを注意点として考えとして持っていただければいいかなというところになります。では、教育評価っていう用語と、あとはその特に学習指導の中の評価、学習評価ですねの大事さっていうところをまず伝えておきましたので、ぜひここを基礎にして、自分がどんな授業をしてどういうところを評価できるのか、その評価方法にどんな方法があるのか、その時の注意点はっていう風な形で、授業の作り方とともに勉強していっていただければいいかなという風に思います。よろしいでしょうか。ではこれで、第2回教育原理の教育評価、過去の4問の解説を終わりにしたいと思います。ありがとうございました。